はいどうも皆さんこんにちは、パンピーの稲刈りチャンネルへようこそ。というわけでね、今日はね絶好のね雲一つない稲刈り日和、早速ね今日も稲刈りを頑張っていきましょう。やっとね下のね水がね引いてきてなくなりました。ちょっとねスケさんとペイさんがこの間手伝ってもらって、あの水路をねこう穴掘って水をね外にかき出すという作業をしてくれたおかげで、すっかりね水はなくなっております。すっからかんだね。というわけで、あのね寝っ転がった、稲をねこれから刈るわけなんですが、ちょっとねその前にこのね稲刈り機の方にちょっとね油とか刺してメンテナンスしてからね始めようと思います。本当はね晴れた日が何日か続けばいいんだけど、もう2日目なんでねそろそろ乾いてきたかなと思って刈ってきます。どうだろうね、大丈夫かな、まだこの辺は埋まりそうな気がするけど、ちょっとねあとは心配ですが、一応ねメンテで歯とかねチェーンのあたりねこれからオイルを刺していきたいと思います。結構ねこういうのが重要です。はい、そしてね一応今回はね一応詰まった時のことを考えて工具のね一式セットと、あとはねあのオイル刺し用のオイルと、一応ねあのベルハンマー入りのエンジンオイル、あれ薄めて中がねエンジンオイルだけど少しベルハンマーが混ざってるやつだね、それを持ってきました。まあ、あと袋とね当然長靴、一応ね釜とかも持ってきましたね。あとは一応あの給水用のクーラーボックス入れてきました。じゃあ早速ね、チェーンに油を刺していきたいと思います。はい、一応ね虫刺されのやつも注油っていうかやっときます。顔とかねやっとかないと乾目がねまだ刺してくるんで、うん、一応鬼山くんでね防虫もしてあります。じゃあこれでいきましょう。はい、まずはねこのかぶせてあるカバーを外していきます。はい、ちょっとねこの間は結構ね濡れたところで頑張ってもらったんで、今回はね軽めに556でね、スプレーしていきます。はい、まずはこういうチェーンだね、チェーンのとこ軽くこんな感じで軽くだね。これはこの脇もねやっときましょう。軽めに、こっちもだね、ちょっと下の刃のとこもやっとくか、あとでオイルは刺すけど、はい、じゃあねここら辺はオイルの方がいいね。はい、後ろのあと回転する刃のとこだね、ここにもねやっていきます。ちょっとねカバー開けていきましょう。カバーはねこう引くとこういう風に開きます。簡単にやってる人はね何回もしてるんで、でここをねちょっと開けていきましょう。ちょっとどうやってやるかっていうと、ちょっと見てくださいね、はい、映るかな、こんぐらいか。はい、じゃあちょっとね開けていきましょう。ベルトをね上げれば開きます。分かる人はもうやってるけど、このレバーをね引きます。開けます。そしたらまあスプレーオイルとかのがここはやりやすいかもしれないけど、ただねこの刃回転部分が出てくるんで、ここにねオイルを刺していきます。まあ、エンジンオイルとかそういうのでもいいんだけど、スプレーのがねここはやりやすいかもしれない。これだけで済むんで、これぐらいで済むんで、結構やるとやらないでは変わってきます。あとねこの裏にも刃がまだあるんで、こっちもねやってきます。そしたら大体ねできたら少し回します。
ここでね回します。でかかってない部分が見えてきたらまたねこれで、何周かね回してください。回してね、濡れてないところにこう塗っていきます。まあこれぐらいやっておけば大丈夫。はい、そしたらね次こっちとかねオイルさしていきます。ちょっとねこっちはもう戻していきましょう。はい、そしたらねこういうふうに元に戻します。そしたらね今度エンジンをかけていきます。その前に、ね、ここチェーンにオイル塗るのはまた別なんでちょっと見てみましょう。はい、うちの場合はねチェーンに塗るオイルはエンジンオイルとかねいっぱいあるんでエンジンオイル塗ってます。ちょっとベルハンマー混ぜておくとね持ちがいいかもしれない。はい、一応ねエンジンかける前にね大体は塗っておきます。でエンジンかけてからもう一回塗ります。とりあえずねここをオープンで開けます。ここ開けて、ここ開けるとね上に開きます。この旧式の場合だけど、そうするとねこうなってます。この辺りにねある程度ゴミも掃除しといた方がいいかもしれない。まあ、ある程度運行前だね。でこのねチェーン、ここにもねオイルを塗っていきます。普通にねこんな感じで結構多めにビタビタ塗っちゃって大丈夫です。こんな感じだね。こんな感じでオイルを塗っていきましょう。まあ、この後ねエンジンかけてまた塗るんだけど、一応ねこっちもオイル塗っておきます。はい、塗っておきます。 OK だね。そしたら、まあ、さっきねあれも塗ったんだけど一応ここにもねオイル塗っておきます。上から塗れば下に垂れていくんで、こうやってオイルを、ね、垂らしておきます。動きがね結構変わってくるんでいいです。あとこの下のオイルはエンジンかけてからね持ち上げて回しながら塗ります。ちょっとねエンジンかけていきましょう。はい、エンジンかかりました。そしたらね張り取りとかちょっとね上に上げます。ここでこうやると、ね、上が前が上がる。あ、やりやすいよね。あとここのレバーやるとあのオイルがね流れてくるようになってます。ちょっとね何回かやってます。オイルがなくなってきたからちょっと足すようだね。ちょっとあとねオイルここ足します。やりにくい。ここを回します。だここは多分回せない。もう回さなくて、まあ、そしたらね、こういうのはここね、危ないんでここは気をつけてください。入らない。ここでやっていけばいい。あとね後ろのチェーンもね塗ります。こっちもね稲刈り機
今止めましたね。ここのチェーンもね塗ってきます。どうだった、まあ、ここからねこう大体刺していきます。多めに、まあ、ここから回してもいいけどオイルをたっぷりね塗ってきます。これあとは刈り取りやってればだんだん回っていくんで、あとこの辺も、あと後ろだね。こんな感じで、あとはねこういう動くとこもやっておきます。あとはこの上だね、ここ。こんな感じで、あとここら辺ももう一回やって、はい、これで OK です。あとはここだね、やったけど、あとここだね。じゃあこんな感じでやっていきます。あとはね回っていれば自然に潤滑していくと思うんで大丈夫だと思います。まあ、一応この歯車のところもちょっとやって、ギアのところ、まあ、大丈夫だろうけど一応ねやっていきます。このベルトにはね間違ってもオイルは塗らないように滑っちゃうんで、じゃあこれでね OK でしょう。もうちょいはい、OK です。はい、OK だね、大体。これでちょっと回してみます。前後してカリトリブね回しながらオイル刺します。ここだね、さっきも刺したけど、ここだね、オイル刺します。
脱穀していきますよ。袋セットしてからね。はい、一応ね、昔のタイプなんで、こういうタイプなんですね。こういうふうにね、袋をね、まあ大体10枚ぐらい入るのかな、多分。10枚、10枚ぐらい入ってると思うけど、セットして、手前の1枚だけね、こういうふうに、米が入るように上げます。で、ここのね、レバーで引くとね、下に米が行くんで、これはね、引いときます。止めたいときはね、ここ止めてから袋交換とかね、やります。じゃこれでね、ちょっとエンジンかけて、脱穀していきましょう。ここも閉めておいてね。ここもね、はい、閉めておきます。じゃあちょっとね、脱穀していきましょう。あっちからね、米入れます。反対側からね。じゃあここからね、前もやりましたが、どんどんね、米を入れて脱穀だけね、していきたいと思います。